お疲れ様です。じいさんです。今から晩ご飯作ります。舞茸チップって安いですよね。ですので今日は舞茸ご飯です。なで舞待ってしまうほど美味しいんですよ。それか僕の頭がおかしい。そうみを入れましょう。そうすれば大体美味しくなります。味むらをなくすためによく混ぜましょう。昆布は戻さなくても大丈夫。戻す場合は水の出し汁も使うようにしましょう。油揚げを切りましょう。油抜きをしたい方はやってください。僕は面倒なのでやりません。お好きな油を引いてください。バターだと結構美味しくなりますよ。おすすめ、先にキノコから火を通しましょう。生キノコって油の染みがいいんですよね。舞茸が油を吸ってグテッとなるまで炒めましょう。キノコが油を吸い切ったら油揚げをぶち込みましょう。そしたら適当にしんなりするまで炒めましょう。焦げなければ何でもいいんですよ。時間にすると1分は炒めてないですね。そしたら醤油をだいたい小さじ2ぐらい入れましょう。しょっぱくなければいいんですよ。その後みりんを大さじ1ぐらい入れましょう。とどめに料理酒も大さじ1ぐらいぶち込みましょう。入れすぎると逆に美味しくないのでやめときましょう。このまま水分が飛ぶまで火をかけましょう。焦げなければ何でもいいんですよ。最初は強火で、後からどんどん弱くしていっても大丈夫です。水分が飛んでいるのですごい焦げやすいです。なので火を止めても混ぜときましょう。ジューって言わなくなるまでかな。焦げると台無し。僕は食なし。ちなみにこれは十数年前の炊飯器ですね。お袋からの選別です。お母さん、あなたの息子は今立派に無職になってます。ちなみに炒めてすぐは味が荒々しいので30分ぐらい寝かせましょう。そうすることによって角が取れます。昆布は熱いので取り出すときには気をつけましょう。激熱。そしたらできた具材を丁寧にご飯に入れましょう。まあこぼれなければ何でも大丈夫です。ご飯を切るように混ぜましょう。ご飯粒が潰れちゃうからね。あとお釜が激熱なので火傷しないように注意してください。混ざりきったらそのまま1時間程度保温しましょう。味が馴染みます。お腹がペコペコです。これは2回に分けて食べます。その日に食べるより次の日に食べた方が美味しいんですよ。ウキウキマイマイマイタケご飯、喜びながら食べましょう。香り松茸味しめし。でもやっぱり僕はマイタケ、やっぱり美味しいね。ご視聴ありがとうございました。それではお達者で、バイバイ。